はいどうもこんにちは、レッツーです。ってことで始まりました、レッちゃんと一緒に過ごそうのオフ動画です。タイトルもゆる、今日はプライベートな動画なのでアフレコにてお届けします。こんなゆるい動画はレッチャンネル史上初じゃない？みんな最後までゆっくりのんびり見てくれたら嬉しいです。ってことで早速インターチェンジくぐってスタートしたんだけど、いつも右に進むか左に進むか一瞬迷っちゃうんだよね。みんなそういうことない？俺だけかな。このトンネルから抜ける瞬間、別世界に行ってたらどうしようとか考えてた幼少期、めっちゃ思い出すわ。でも今日思い出すのはそこじゃなくて、俺が関西方面で好きなサービスエリアの一つ、ミキサービスエリア。ミキサービスエリアって結構有名っぽいんだけど、みんな知ってるかな？スタバだわ、着いた。じゃあコーヒーだけちょっと早速買ってくるわ。コーヒーないとドライブきついやん。この状態めちゃめちゃ欲しいんじゃん。コーヒーはどこじゃ？スタバ。でも買ってきたのはザ・ベストカップメイキング Your Moment。 いやでもほんと懐かしいな。コーヒー買ったし行くか。でまたトンネル、こうやって見ると継ぎはぎみたいなのがたくさんあってちゃんと修理されてるんだね。修理してくれた人マジ感謝。っていうかほぼほぼ車載動画みたいになってるけど大丈夫これ？あとね5分ぐらいでコストコ着くっぽい。いつも行ってるコストコとは結構雰囲気の違う場所にあるかも。まあそれは場所違うもんな。いやっていうかいつも行くコストコ以外のコストコって初県外コストコじゃない？まあ、いつも行ってるねコストコが広いのか狭いのかわからないけど、とりあえずコストコ行くのはめっちゃ楽しみ。ここ綺麗な場所だね。学校が多いみたいで学生さんめっちゃ多かった。学園都市だって。お、目の前に見えたのはコストコ。いつも行ってるとことサイズあんま変わんないかも。お、ついにコストコ潜入開始。やっぱねコストコってこれ立体駐車場のイメージは強いかもしれないよね。わかんない、俺が行くとこいつも立体駐車場。なんかね、緑のランプのところが開いてるっぽいんだけど、赤ばっかり。お、緑がかすかにある。じゃあね、早速着いたからね、今日はこれを持って買い物行ってくる。コストコバッグ行くぞ、肉ゲットする。はい、ということで久々にコストコ行ったんだけど、コストコ行ったらさ、目当てのものがなかった。まあでも、まあ何個か欲しいものは買ってきたから、ちょっと後日コストコ購入品やるね。ホットドッグ買ってきた。綺麗に載せれなかったけど、ドリンクとセットで180円はめっちゃお得。そして俺のドリンク、目的のものもゲットできたし、とりあえずよし。めっちゃ晴れたら別のとこみたいに綺麗だな。このまま海の方面まで行ってみるか。ていうかさ、外出たらめっちゃ晴れてるんやけど、もしかしてコストコマジック？左にしか出れない。うわ、めっちゃ綺麗やん。キレコスやん、キレコストコ。なんかいつも買ってる商品が何個かなかったかなっていう感じがした。はい、というわけで海沿いまで来ました。めっちゃ綺麗じゃない？隣に電車が走ってるのもまた好きなんだよな。電車乗ったら景色綺麗に見えそう。やっぱね、この下を通ってると神戸来たなって感じがする。なんか池袋とか、なんかあっちの方とはまたちょっと違う感じだよね。お、なんか赤いのが出てきた。レッドホーンみたい。
ね、今このモザイクっていうところに今行ってるんだけど、モザイクの方って車いつも多いんだよね。人も多いけど、でなんかね、この辺を通るとめちゃめちゃ懐かしい感じがする。観覧車があるはず。ほら来た、観覧車。え、ちょっと待って、前もっと大きく感じてた。神戸モザイク、目の前に見えてまいりました。え、懐かしいな、ここら辺。てことで今日の動画の最終目的地、メリケンパーク周辺に来た。ここよりモザイクの方がよく行くんだけど、今回は人混みを避けるためにこっちに来ました。アートな世界観がマジで半端なく好き。これマジ芸術だろ。というわけで神戸のポートアイランドに着いたんだけど、やっぱり久々に見てもめっちゃ海の景色が綺麗。ちょっとみんな一緒に見に行こう。ただ曇ってるけどね。みんな見て、ここ。これ見て。めっちゃ景色綺麗やない、これ。で、これみんな何に見える？これね、なんかね、友情の木ってやつらしいよ。多分。え、だよね。確かそうだろ。確かそうだろ。違った。で、ちょっとね、せっかくだから海の方にね、移動しようと思う。海の方ね、ちょっとこっち行ったら海見えるんだよね。てか目の前にほら見て、ボートあるし。ボート？船あるし。で、こっち側ね、ほらめっちゃ海見えて綺麗。ちょっと曇ってるけど橋もあるし、船もね、めっちゃ綺麗。メリケンパークホテル神戸、やっぱ全体的に綺麗だよね。あ、こっちもめっちゃ街だし、なんかね、ここにあるさ、スタバめっちゃ良くない？なんかここでちょっとおしゃれにコーヒーとか飲みたい。なんかね、ここの B 神戸っていうところでみんな撮ってるみたい。いや、でも景色がやっぱいいよね。ほらめっちゃさ、神戸の都会って感じしない？しかも海辺っていうところがめっちゃ良き。ってことで戻ってきたんだけど、神戸のね、なんかシンボルイコールポートタワーって思ってたんだけど、ポートタワーがなんか工事中みたいな感じで見えないんだよね。ほら、こんな感じ。なんかこれも普通のビルじゃん。まあ、今回は途中コストコとか、まあ、いろいろお買い物もできたし、良きなのは良きでしょう。まあ、とにかく、あと気をつけて。帰ろう。神戸のね、夜景せっかくだから見たかったけど、まあ、神戸の夜景はまた今度にしよう。また夜景もみんなで見に行こう。高評価とチャンネル登録もできたお兄さん、よろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。コストコとか楽しみにしててね。バイバイ。帰る。必ず僕が立っているんだけどね。